きるということを全世界に対して責任を持つことって思って生きてるので、はい、そういう意味では皆さんの役に立つことをしたいって思って過ごしてます。自己肯定感とか高くなるようにしてくれてたような気がします。なんかあんまり否定されたりってなかったし、あ、ちょっとやるんだったら一番難しいことをやればみたいなのも当時のメッセージなんですかね。学校って勉強するフェーズからなんか自分たちで新しいものを作っていくフェーズに変わるんじゃないですか、大学って。それがめちゃくちゃ苦労して、何も考えたことないから自分って何かをできないんですよ、研究とか。でもその先輩とかママといろんな研究してすごく難しいジャーナルとかになんか論文載せてて、いやすごいなって思ってずっと思ってたんですけど、なんかある時自分が修士でやったことが結構すごく難しいジャーナルに載って、それもめちゃくちゃ引用されてるんですよ、未だに。なんかこういう成功体験があってちょっと乗り越えたかなって感覚がありますね。人が減っていく局面だから今って、その人が増えていく中で作られた都市のインフラをどう考えていくのか可能ではないかと思ってるんです。だから人が少ないのは問題じゃないと思ってて、なんか少なかったら少ないなりの街があるから大丈夫じゃないですか。だけど今は人が増えてくる中で、その街と街の間にも街ができたみたいな状態の街を少ない人になりかけてる状態で使おうとしてるから、加速度がある状態なので、なんかここにすごく問題意識があって、結局のところあるインフラを長く安く安全に使うことをソフトウェアで実現するってことを提供管理にはしてて、そのためにいくつかの取り組みをしてて、穴があるとかひびが入ってるみたいなことを網羅的にこう早く見つけることができるみたいな仕組みを提供してます。道路って120万キロあります、全国で。それをなんかみんなが安全に使えるようにするとか言ったら、なんか異常があったら早く見つけて直さなきゃいけないけど、その異常を見つけるみたいなのってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。だから今までは人間がパトロールして回るか、専門の車を走らせるかだったところを、我々町中のドラレコとか普通の汎用的に回ってるものだけでできるようにするみたいなのを見てて、そうすると今までよりも安くて早くて網羅的に状況が分かるから安全になるとか、で提供価値ですし、これをありとあらゆる都市のインフラ共通の課題なので、いろんなインフラでやっていくっていう、そんなイメージがあります。生きるということを全世界に対して責任を持つことって思って生きてるので、そういう意味では皆さんの役に立つことをしたいって思って過ごしてます。してもらってることに対してリターン全然出せてないみたいな、めちゃめちゃ苦しいタイプですね。サンテグジベリの人間の時っていう本があるんですけど、それに書いてたんですよ。飛行機飛ばしながら地球のみんなの活動、明かりがついてる消えてるとか見てたら、生きるっていうのはこの人たちみんなに対して責任持って生きることだみたいな思ったって書いてあって、まあ、なんかやっぱ割とみんなのこと結構普段から気にしてたと思います。小さい時から道路とかインフラとか結構前から好きだったんですよね。みんなが使ってるし、縁の下の力持ちみたいな感じがいいなって思ったから、